はい、ハーレーダビットさん、東久留米です。はい、ハーレーダビットさん、東久留米のシーです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどれをご紹介。これです。これお客さんのですかね。僕のです。あれ、はい、チャンネル登録、いいねボタンよろしくね。よろしくね。よろしくね。本当お願いね、頼むね。僕のです、これ。あら、とう完成。もう完成ではないんですけど。あ、完成じゃないの。カスタムに終わりはないんですよ。ああ、まあ、そう言ってみたら誰かが言ってましたよ。はい、カスタムに終わりはないんですよ、うん、マジで。いや、僕もそんなにカスタムする気もなかったんです。はいはい、あの購入当時は、うんうん、まあそうはいかないです。はい、でちょっとなんだかんだご紹介するって言って、まあ、こんな伸び伸びになってしまいましてですね、はい、まあ正直いざするってなったらあんま乗り気じゃないかも。なんかね、あんまし、まあ、なんだろうな、自分、まあ、お客さんの車両ね、これすごいですね、どうですかってもちろん思ってて、はいはい、あのね、ご紹介はさせていただいてるんですけど、うん、自分のってなるとなんかあんまし、ちょっとどういうテンションで紹介していいかもちょっとなんかよく分かんなくて、僕はなんかこれめっちゃかっこいいでしょ、どうでしょう、これいいっしょっていう感じもそんなないんですよね。あ、正直自分の車両になると何でか分かんないですけど。なるほど、なるほど、うん。で今回は前回上げた YouTube の動画で、はい、まあ、ハンドル最終的にこれ入れますよっていう、ちょっとね、来ましたよっていう動画ですね。そう、クラウスさんの、はい、開封動画をさせていただいたので、まあ、上げんじゃないわけにはいかないんですよ、うんうん、なんでそれをちょっとね中心にあのご紹介させてもらえばと思います。はい、早速ハンドルこんな感じになりました。はい、ハンドルこれですね。はい、今このライザーついてますね。アッパークランプを、はい、ここのほら変えて、クランプもこれも変わってて、そうですね。はい、で、詳細な説明をしていくと、まあ、前回の動画でもお話しさせてもらったんですけど、これプロキットっていうものが存在します。はい、ハンドルまでセットになったキットがあるんですけど、うんうん、今回そのキットは使わずに、うん、全部バラバラで、購入しました。はい、でライザーの高さとしては一応8インチと10インチと選べるんですけど、僕の方は8インチ、8インチですね、をチョイスして、はい、キックバックライザーっていう形で、はい、ちょっとこうね手前に折れ曲がるような、こういう風に手前に折れ曲がってるタイプですね。そうです、手前に折れ曲がってるタイプで8インチ、はい、でここのハンドルのクランプっていうのが1インチと、1と8分の1インチっていう2パターンあります。はいはい、で僕は、まあ、大は小を兼ねるじゃないですけど、うん、結局つけてるハンドル1インチなんですけど、はい、1と8分の1の挟めるライザーを買って、はい、ここにスペーサー、はあはあ、1インチのハンドルが挟めるようになるスペーサーを別途買ってます、うん、で1インチをつけてます。はい、途中で太くしたかったらできるようにしたってことですね。そうです、一応1と8分の1のハンドルをつけたいなって、もし万が一になった時に、つけられるので、はいはい、ここで1インチを選んでしまってると、うん、もうやっぱり1インチしか選択肢がないので、うんうんうん、一応まあちょっとね、可能性を残して1と8分の1をチョイスしました。はいはい、でクラウスのこの間開封動画の時にもお話をさせていただいた、そのままポンでつけるのじゃ面白くないのでというところで、うん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 、じゃあちょっと何をさせていただいたのかというところが2つ、うん、はい、で1個目がハンドルの加工、はいはいはい、ローライダー ST のノーマルハンドルの加工をして幅を短くしますよというお話をさせていただきました、はい、でもう一個のちょっと僕なりの必殺技をさせてください、はい、ということがもうさっき画像で映ってたと思うんですけど、はい、これスポンジですね。ね、スポンジですね。懐かしのスポンジカスタム、懐かしのスポンジ、わかります、懐かしって。ビッグスクーターでめっちゃ流行ってましたよね。そうなんですよ、僕が大学生の時かな、あのビッグスクーターのブームがやっぱあって、その時にハンドルにスポンジを巻くっていうのが、まあ、一部車両とかでものすごく流行ってた時があって、僕はそれを今回ちょっと流用というか、はい、アレンジでやってみようかなと、まあ、ハーレーでこんなにねやってる人いないと思うんですよ。見たことない。そうで、これをなんでやってみたいかと思ったんですけど、まあ、クラウスのハンドルは他にもちょっと見たことがあったんですけど、ライザーか、はいはい、でやっぱ1インチのハンドルをつけると、あのライザーがすごくたくましいので、ハンドルがすごく華奢に見えちゃうんですよ、僕はそれがちょっとあんまりしっくりこなくて、ハンドルもライザーに負けないようなボリュームがちょっと欲しいなと思ってたんですけど、はいはい、なかなかないんですよね、うんうん、
でなかなかなくてなんかないかなって思ってアレンジできること、はいはい、ないかなと思って思いついたのがこれです、ね、この見た目結構太くなって、まあ、僕的にはすごい、ね、あの満足してるんですけど、うんうん、なんかちょっとあのね全部金属でいっちゃうよりはなんかこういうお遊びがあった方がね面白いし、うん、なんかちょっとそうカジュアル感も出てなんか異素材が混じってるってちょっと新鮮ですよね。ね、うん、なかなかいい感じですよ。で幅がこの間の動画では、うん、2センチずつカットの4センチ全体で短くなったよみたいな話したんですけど、うん、ちょっと切ったやつ出てきたんで測ったら、はいはい、3.5、3.5 で思ったより結局7センチぐらいカットしてたっていうねはいはい、うん、ふんな感じになってます、はい、で正直このカットむちゃくちゃうまくいったと思ってます、うんうん、かなり幅狭まってるんで、ね、結構いい感じになってるよね。コンパクトで操作性むちゃくちゃいいですね。ちょっとまたがってポジション見ますかね。ああそうですね、そうしていただければ、うん、でこれハンドルのポジションもさることながらなんですけど、はい、これつけてる人なかなかいますかね。これ僕ね ST 買ってから割とすぐぐらいにつけたやつなんですけど、はいはいはい、ミスミエンジニアリングさんのハイミッドコントロールですね。ね、じゃあ通常の足乗せてみていただきます。こんな感じです。おなんかいい感じじゃないですか。なんかもう全部90 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 90
177です。177でこんな感じですね、はい、むちゃくちゃ上がるね。肘もちょっとゆったり曲がって、ね、ちょっとゆったりしてる。心臓位置よりも手は上に来ない位置で、うんうんうん、ちょっとだらーんとした感じでも乗れて、一番乗りやすいポジションかもしれないね。これも本当ね、寝ちゃわないようにしないといけないぐらい結構楽で、幅もこんな感じ、こんな感じですね。幅もね、やっぱね、すごい楽ですよ、ね、広すぎなくていい感じだよね、うん、そう、こうやって曲がる時もこんな感じなんで、あ、伸びきらない、うん、伸びきらないですね。へえ、このステップも超っすね。これね、結構珍しいと思うんですけど、うんうんうん、僕は結構もともとバイクのスタイルとしてはフリスコとかそっちが割と好きな感じなので、はいはい、こういうちょっと膝を上げるようなやんちゃなスタイル、うんうん、こういう感じが結構なるほど好きなので、そういう名残はやっぱ残したかったんで、うん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 、これすごくおすすめです。ただね、あの液パイがノーマルの状態じゃないとこれつけられないので、うん、あ、そうなんだ、うん、あと操作性もむちゃくちゃいいですよ。へー、反対側もね、いいよねこれね。そう、見た目もメカメカしくて反対側も結構いいですよ。反対側、うん、こんな感じで、結構しっかりした作りだね。そう、しっかりしてて、でここだけはちょっと僕もともとここにシフトペグついてたんですけど、うん、はいはい、ちょっと狭いんですよこれ、さすがに。あ、足毎回こういう感じになってたんで、はいはい、ここはちょっとベッドエクステンションつけて、はい、あの伸ばしたら僕にはこれがちょうどいいです。で、杉さん足だって28ぐらいじゃなかったっけ。 28.5 とかです。 28.5、はい、大きいね。大きいです。だからちょっと狭いのかな、もしかしたら、ね、そう、もしかしたらそれもあるかもしれないですね、うんうんうん、まあ、これにしてからむちゃくちゃ操作性はいいですね。へー、はい、なるほどなるほど、うん、で、ね、僕このクラウスのライザーのこのセットアップにするまでは、うんうん、ノイズさんの10インチの一体型のハンドルつけてたんですけど、はいはい、まあ、別にそれが嫌でこれに変えたとかではなくて、うん、あれはあのポジションむちゃくちゃ気に入ってたんで、あの実はこれもあのポジションと同じになるようにセットアップ組んでますなるほど、はい、なんでハンドルとライザー変えてますけど、はい、正直あの前のハンドルとまたがった時の操作性とかは一緒です一緒にしました。めっちゃ、それで 3.5 センチずつ切ったのかな。そうです。なんで幅もあの、うん、そのノイズさんの前のトラッカーハンドル10インチのやつと幅揃えてます、はいはい、同じです。なるほどなるほど、はい、なんでもう乗り味は同じです、ここら辺の周りのまたがった時の、うん、それぐらいノイズさんのあの10インチのハンドルっていうのも僕はもうめちゃめちゃ気に入ってたんで。じゃああれは結構計算し尽くされてるわけですね。もう僕の体にはすごく合うようにしてあるので、やっぱりそのね、ハンドル交換とかシート交換とかそういうものっていうのは、その乗り手さんのあのポジションがいかに楽に乗れるかっていうのが重要だと思うので、うんうん、そこをやっぱ最重要視して、まあ、やりたいなっていう感じですね。人によってはね、腕の長さや身長とか全然違うわけで、うん、それに合わせ込むのはなかなか難しいですね。そうなんです。あとは細かいところで言うと、はい、
まあグリップ、グリップはね、やっぱ細い方が握りやすいです、うん、別にこれじゃなくてもいいんですけど、はいはい、グリップも最初のノーマルのやつってちょっと太いんですよ。この太さぐらいになると、うん、スポーツスターぐらいの、ノーマルの細さぐらいになるんで、うんうん、疲れが全然違う。なるほどなるほど、うん、でまあバンズ ODI のバンズのグリップ選んでるのは、はいはい、まあ、僕バンズの靴めっちゃ持ってんすよ、ね、そうやっぱスケボーとかしてた時期あるんで、うん、やっぱバンズは切り離せないなっていうところで、めっちゃ買ってますもんね、そういうのね、はい、なんでこれはもうすごくお気に入り、はいはい、うん、とレバーはオベロン、オベロン、うん、僕はもうあのなんだかんだ言ってアジャスタブルのオベロンレバー一番好きですね、うんうん、調整が細かく効くので、あとはこの、ね、ライザーハンドル周りのメカメカしさともすごい合ってますね。はい、そうですね。あとね、個人的にはいつもまたがった時に嬉しいアイテム、はいはい、これお気に入り、お気に入りです。これ純正ですからね。本当だ、ちゃんとロゴが入ってる。これね、こんなのあったっけ、みんな知らないでしょ、うん、多分みんな知らないと思うんですよ。これ一昨年ぐらいに出たのかな。あ、そうなんだ。そう、ダービーカバーとかタイマーカバーとかもあるんですけど、はいはいはい、なんかこのちょっとなんかショッカーみたいな感じがショッカー懐かしい。そう、みんななんかフラッシュマウントとかっていうのもまあいいんですけど、もう僕はもうこのね、ちょっとショッカーっぽい感じっていうか可愛いじゃないですか。うんうんうん、これも一目惚れで。なるほど。これすごいお気に入りです。何にコレクションかちょっと忘れたんで、うんうん、調べてくださいね。はい。なんたらコレクションですよ、これ。一応ちゃんとあの品番載せますんで。はい。これすごくお気に入りです。はい。で、まあ、あとはね、プロビームとかここら辺は、うんうん、まあ、定番の。これはまあ何度もご紹介させていただいてますけど、はい、まあ、あのオンオフできるようにしてますよって。はい。いう感じですね。トモテッカーは木島さんのスモークレンズ入れさせていただいて、はいはい、で僕はエンジンガードは上の方、はい、あのチョイスしてますね、はい、あのこれもね、あの本当はね、先っぽちょっとスケボーのタイヤに変えたいなとかいろいろちょっと構想はあるんですけど、はははは、うんうん、なかなかいいタイヤ見つからなくて一応探してる一応探します、探します。なるほど。あのお休みの日はスケボー屋さんに行ってちょっとタイヤ見たりもしてます、ね、なるほど。こうスケボーのタイヤ入れたら面白いかなと思ってます、うんうんうん、であとはエンジン周り、これカム交換してるわけじゃないんですけど、はい、黒、白と黒にしてたりとか、白とかも黒ですね、はい、うん、あとはボルト ARP に変えてたりとか、細かいとこいろいろやってるんですね。そう、まあやっぱちょっとメカニックっていうのがまあ仕事柄ある部分はあるんで、まあ、見た目も大事なんですけど、うん、そんなんで言ったらこれここの中、まあ、プッシュロットカバー黒くしたのもあるんですけど、プッシュロット自体もフューリングっていうところのカムやってないの、そこもやった。そうです、フューリングっていうやつのプッシュロット入れたりとか、はいはい、あとこの中実はフューリング の、 あのオイルポンプ、ほうほう、ハイボリュームプレッシャーの赤いやつに変えてます。なるほどなるほど。まあ、あの乗ってうわオイルポンプすげえとはなんないんですけどそれ感じたらすごいよね感じるほどじゃないんですけど、うん、やっぱね、あのすごい熱を持つのでミルウォーキー8、うんうん、まあ、オイルのちょっと回る量っていうのをやっぱりちゃんと増やしてあげたかったりとか、はいはい、あの見えないところのチューニングパーツというか、うんうん、まあ、そういうところはちゃんとしっかりやりたいなっていうことで、はい、全然見えないですけど、これだからシースルーとかにすれば見れるのかな。あ、そうだね、うん、だ僕シースルーそんな好きじゃないんであそうだな、あの、まあ、隠れちゃってですけど、うん、まあ、オイルポンプ入れたりとかしてます、はい、でシートは、まあ、僕はサンディエゴカスタムではなく、これね SM って何かある、何 SM って何がいく、シギーマン、シギーマン、なんだじゃ、じゃないですよ、これね、スピードマーチャント、はあはあ、うん、っていうところのあれなんですけど、うんうん、はいはい、ただこれも一応サドルマンとのコラボ の、 うーん、あのスピードマーチャントなんで、はい、ここにサドルマン、はい、これむちゃくちゃ乗りやすいんですよ。へえ。でむちゃくちゃ乗りやすいんですけど、うん、このデザイン好きで、うんうんうん、うん、このデザインめちゃくちゃ好き、気に入ってるんですけど、このねシートはサドルマンにはない特徴があって、あ、そうなの、レインカバーついてきたんです。え、普通ついてこないんですか。普通ついてこないでしょ、うん、うお、やっとラッキーと思ったんですよ、うん、だからレインカバーついてきたと思うじゃないですか、はい、まあよくよく考えたらね、これ雨の日乗ったんですよ、うん、でも雨吸い込みまくって、あ、そのシートが、シートが吸い込みまくって、はあはあ、もう2週間ぐらいあの雨降ってなくてもお尻びちょびちょでそういうことがあった だからつくそう、要するにあの雨の日は
カバーをかぶせなきゃいけないからカバーがついてきたんですよ。なるほど。ってことはカバーがついてきてないシートはカバーいらなくても染みないんですよ、うん、っていう話なんです。そういうことです。なるほど、なるほど、はい、それはちょっとね、でも乗り心地はいいと。乗り心地はむちゃくちゃいいです。特に、はい、あの吸ってから乗り心地いいです。そうなんだ。水吸ってから乗り心地いいです。へえ。なんだ、柔らかさが変わるんですよ。いいのかは分かんないですけど、びちょびちょになってから柔らかいです。そうなんだ、はい、で、あとは、はい、バッグのラッチ。いいですね。純正を黒のパウダーコートにしました。はい、うん、これね、アフターパーツであっても良さそうなんですけど、うんうん、ないんですよね。そうですよね、うん、で、黒にしたいなと思って黒にしました、うんうんうん、っていう感じですね。いいですね。で、後ろのナンバーレイダウンは一国産のものですね。はい、これが一国産だそうです。そう、一国産のものだとここね、あのもうボルトとか全然取り付け金具は全く見えないので、もう僕はこれはちょっとすっきりするから。最初木島さんのナンバーレイダウンつけてたんですよ、はいはい、だからその時はこれの存在まだ知らなくて、うんうん、まああのつけてたんですけど、これ見つけたらまあここのボルトが何も見えないわっていうんで、うんうんうん、もうそこちょっとこれに、まあ、こちらの方がちょっとだけお高いんですけどね。あ、そうだ、うん、買い直したっていう感じですかね。いろいろこだわりがありますね、うん、まあ、他にもねちょっとやりたいことはあるんですけど、まあこんな感じですかね、うん、ライトカスタムですか。まあでもこれ今回入れたこれ結構高かったですよね。もうそれは言わないでください。もう働きますよ僕は。もうこれのために今もうカップラーメンで極力抑えてます。はい、あとはねスクリーン変えたりとかも、まあ、ちょっとこのハンドルにしてからしたいなとか、はあはあ、いろいろねあの思ってることはありますけど、うん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 、まあ、やっぱねお客さんの車両を見させてもらって参考にさせてもらえることとかっていうのもやっぱりね、うんうん、すごいあるので、まあ、そういう意味では約束ですよ ね。そうですね、うん、なんで、まあ、ちょっと今日はこんな感じでご紹介はさせていただきましたけれども、はい、まああのね、ちょっとでもねなんか参考になって、あ、これいいじゃんって思うこととかあれば、うんうん、ぜひぜひね参考にしていただけるとすごい嬉しいですし、はい、あの YouTube 見たよっておっしゃっていただける方も多数いらっしゃいますので、うんうん、まあ、声かけてもらえると嬉しいですしね、はいはい、どん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 かっこいい ST を作っていったりとかして参考にしていただければいいなと。はい、はい、ありがとうございます。こんな感じですかね、はい、今度はそのうちスポーツスターもちょっとやろうかな、紹介しちゃうやろうかな、うん、まだまだ全然スポーツスターも得意ですから、うん、うん、こんな感じです。了解です。はい、はい、これでシギさんのバイク紹介帰ります。終わりですかね。いやもう本当いいっすよ、めちゃくちゃ楽そうだよ ね、 ここだよね、このなんだかんだね、うん、1万2、3だよ確か、まだ2年経ってないですけど、はあはあ、もう通勤でガンガン使って雨でもガンガン使って、ね、ってしてます。 2年乗ってるのに結構綺麗に維持してる。そうです ね、 こんな感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。チャンネル登録、いいねボタンよろしくね。よろしくね。よろしくね。マホさん、うん、いいねボタンで。あ、いいねボタン。分かったですよ。いいねボタン。はい、いいねボタン。ドーン。あれ、それダメなやつだって。え、あ、開いた開いた開いた。え、やべえ、開いちゃった開いちゃった。ああ。あれ。なんだよ。なんで出てきちゃったんだって。